どうもダンスボーカルグループウェバーのボーカルタカです。ダンサーのリトルスキートです。今週もウェバーのラジオよろしくお願いしま す。ということで今回はタカテルとスキートでタカとスキートでお届けしますということで、なんといっても本日記念はクラブで行われたマスカレートビターナイトボリューム9の、まあ、千秋楽っていうんですかね。そうですね、もう最終日が終わった直後の回でございますということでね、はい、いやーどうだったんですかね俺らはまださ、そうこれは、ね、そうリハの逆に最終日が終わった、そうこれから本番に臨むぞっていう気持ちでこれを撮ってるんですけれども、はい、皆さんに楽しんでいただけたら何よりでございます、はい、ということでね、うん、まあ募る話もいっぱいあるんですけれども、はい、まずはね最初ということで、はい、今週も楽しく元気にお届けしていきます。チャットも盛り上がっていきましょう。そしてたくさんのコメントもお待ちしております。ハッシュタグはひらがなでウェバラジです。それではまずウェバーの曲を、これは今回のテーマソングというか、はい、今回のキネマでもちょっとへそ味噌のね、うん、なった曲でございます。聴いてください。バロン。小さな願い込めて放たれたバロン、色とりどり花の種を抱えて届け。お送りしたのはウェバーでバロンでした。改めましてこんばんは、ダンスボーカルグループウェバーボーカルタカです。ダンサーのリトルスキートです。ということで、はい、まあこの曲は結構記念までやると映えますね。そうね、なんか世界観重視というか ね感じだから、すごいメッセージ性もなんかすごくさ、こう幸せになれる曲に うん、なってるじゃない。だからなんか今回のお話もそうだし、なんかすごくマッチしてていいなと思います、うん、で今回はさ、そのバンドさんじゃなくて音源でこの曲をやってるじゃない。そうね、なんかそれもなんか新鮮で、うん、すごくなんかまあなんていうの、去年からちょっと編成が変わって、はいはいはい、まあいろんなねもろもろ事情ありますけど、そのコロナだったりとかっていうのも問題もあり、うんね、まあでもキネマの世界観っていうのは大事にしたかったので、はい、まあキーボードと、うん、パーカッションという、はい、構成でいろんな曲をね、うん、やったんですけど、うん、まあでも音源にはこう音源の良さがやっぱりあるね、あって、うん、っていうものもなんかこう去年からやってみてこう味わえるポイントでもあったのかななんてちょっと思ってますけど、はい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 、いやそんなねバロンをちょっと聞いていただいたんですけれども、はい、いや元にもかくにも今日が、マスカレードビターナイトボリューム9の最終日ですということで、はい、まあね今週、まあ来週にかけてちょっと2人でお届けしつつ、うん、もうキネマのやっぱりそのスペシャル回にしようじゃないかということで今回は、はい、撮っております、はい、まずね、まあ、なんといってもこのボリューム9久しぶりにポコチャピの回だったということで、うん、改めてどうでした、このポコチャピをやってみてというか、まあ成功したと仮定してね今回の、そうねまだ俺は怖い、うん、逆にそのどう映るか分かんないから、初めて見た人、ああはいはいはい、だからすごいいろんなこの時期は不安があるよね、すごくあるから、うん、なんかそれを今抱えてる状態なんだけど、そうね、だから無事届いたと仮定して、うん、いろいろちょっと喋っていこうかな。そうですね、ポコとチャッピー、ポコとチャッピー今回は、うん、何でしょう、その前回やったのが2018年なんですよ、ポコチャッピーの回が、うん、そっから一回サーカス団に戻ったりして、うん、まあ、死神の話になったりしての今回だったんで、ちょっと時間は空いたんですけれども、久しぶりにそのポコチャッピーの回で、まあその前回見れなかった人に対してもすごいこう分かりやすいこうお話になってるじゃない、うんうん、まあ、昔こういうことがあってここで出会ってこういうことがあって、ね、最終的にこうなりましたっていうお話だったので、まあ、見てる人たちもすごくこう、なんだろう、お話に入りやすい、没頭しやすい内容だったのかなとは思うし、でもね俺そこがすごい悩んだんだよね今回。その
前回のさ、うん、まあ、俺がこの間一人でやった回で、うん、このポコチャピの、はい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 、ちょっと前回のこうあらすじだったりとか、うん、言ってたね、っていうのは話したんだけど、うん、今回ね、どれぐらいその過去の、あ、まね、その振り返りをするかと、うん、がすごい迷って、そうね、でなんかね、ちょっとこういろいろはしょっちゃったというか、その心配になる部分はすごくあるのよ。わかる、わかりやすく起承転結でまとめれたよね、今回はね、うん、もっとね、いろいろあったけど、そう、だから何があったんだろうなとか思ってくれたら、まあ、いいのかなっていうか正解なのかな今回は、そうだね、伝わり方、うんうんうん、だね、そうね、うん、まあ今回そのポコチャピのその昔のお話も踏まえつつ、まあ、続きのストーリーもあったりして、まあ、これが結構やっぱりみんなの中では意外というかびっくりしたところでもあったと思うんですけど、まあ、このねポコチャピが終わった後の次のお話っていうのがマスカレートビターナイトボリュームを追っていくと、ポコチャピの回の次が死神のお話だったんですよね、うんうん、その死神が今回は登場したっていうのはかなり攻めたというか、うわーそこに繋げたんだみたいな世界観がそこであったんだ、うん、昔さ、そのポコチャピを初めてやった時もさ、あ、なんかサーカスの音聞こえるねっていうところで、うんうんうん、サーカス団にライブパート持っていったっていう繋がりはあったんだけど、死神もまさかそこで ね入ってくるなっていうのはすごくこうなんだろう、してやられたというかさ、いい意味で 裏切りじゃないけど、あ、そう来たんだって思いましたけどね。あれはなんかどのタイミングでというか、もともとあったの構想的には。いや、なんかポコチャピをやるにあたって、うん、すごいなんていうのかな、あの言い方がわかんないんだけど、はいはい、一回言ってみよう。あの絶対に必要な人物と別にいらねえよなって人物がいたのね、うん、ポコチャピに。そう、ポコチャピのお話を続きをやるにあたって。ああ、なるほどね。そう、あ、で俺の中では必要な人材なんだけど、そのレオのお兄ちゃん、うん、旅人の、そうそうそう、ね、で今回ねこういうことになっちゃって、はいはい、じゃあもしかしたら次旅人が主役になるのかなとか、うん、思うよね。そうそうそう、でなんかこう膨らめばいいな妄想がとか。ああ、なるほど。だから今回のお話には必要じゃないというか、そこのお話をするんだったらまた別のお話ができるなと思って。なるほどね。今回そのレオのお兄ちゃんっていうのは登場してないのよ。してないね。そう。で、その代わりに、なんかそのポコとチャッピーとレオっていうものにフォーカス当てたいなと思って。うんうんうん。ってなると、あれ、レオ、確か体の弱い設定だったなって思って、うんうんうん、あ、これは、もしや。っていう感じ。ああ、そこでちょっとこう前回の死神のあれと結びつけて、そうがで出てきたらなんかすごく素敵なお話になるんじゃないかなって思って、そのバレンタインだし、はいはいはい、でどっかそういうなんかこう少し恋というか、うん、そういうものもこうこの時期ならではだから、うん、こう織り交ぜたいなとか思いつつ、そう、ね、いろいろ考えて、あ、なんか死神出てきたらいいかもみたいな感じで、はい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 、まあ、どう入れていこうかはそっからまあ結構すんなりしたんだけどね。なるほど。レオとの物語を一個死神で作ろうかなって思って、そっからまあいろいろ昔のお話だったり今こういうことがあってっていうところで結びつけて、うん、なんかさ、その今さっきバレンタインで恋のって言ってたけど、今回はあのまあチャッピーが恋をしたんだよね。チャッピー恋したんだ。したね。あれは何なの？どこで、あって思ったの？あのね、やっぱりポコっていうものは、うん、寂しいと映えるんだよね。俺の中で。はいはいはい。そう、だから一つ希望を持てる部分は作りたいんだけど、うん、どこかやっぱ寂しいっていうものをテーマにしてたの。うん、ポコが。うん、その前回のポコとチャッピーの話は、まあ、レオの家にポコがいて、うん、そこからいろんなおもちゃが増えて、ね、ポコが一人になるっていう、でもまあレオといろんなことがあって仲直りしてっていう回だったじゃない、うんうん、そうね。今回は逆にそのチャッピーがいつも一緒にいるよって、うん、その仲良しっていう感じなのに別のものに対して興味を惹かれた時に、はいはい、なんかポコが、あ、チャッピーもなのっていう、うんのが、うん、でもそのポコとしてもその前回の過ちがあるわけよ、ね、レオとそのもっとこうすればよかった、そう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 、でそれをなんかそうしないで、うん、チャッピーと結局戻るっていうのが今回のなんかポコのハッピーエンドであって、うん、でチャッピーのハッピーエンドがその恋、うん、成就したもんね。でその3人レオっていうものの要は願いも叶うわけね。そうね。だから
みんながこうハッピーエンドというか、はい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 、前回の死神はハッピーエンドだったけど寂しい終わりにしたんだよ ね、うん、ね、だからもうこの道しかないよなっていうね。でも今回はその終わりの中でもいろんなさ悲しみがあるじゃん、あるね、の中でもすごく希望を感じたいなみたいな、はいはいはい、テーマでなんかちょっと作ったのかなって思う。まあでもやっぱり寂しいは寂しいけどね、うんうん、まあ最終的にはなんだけど、そう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 、でもそのみんなのその夢とか目標だったりっていうのが叶ってる、笑顔も叶ってなんかすごくこう素敵な三人模様、うん、だからこそすごく旅人、うん、お兄ちゃんがじゃあその時はどうしてたのかとか、うん、なんかすごくこう妄想が膨らむよね、うんうん、でも分かんないからね、うん、実際あの終わりっていや分かんないよね、だからで結構その受け手によるよね、そう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 、だからそれをどういうメッセージとしてこう取ってもらえるのかもすごく楽しみではある、楽しみですね。今回というかキネマの一つのこうテーマというか、うん、キネマをやるにあたって絶対的な俺らのそのテーマっていうものが、うん、やっぱみんなのこう日常にも何かこう寄り添えるものにやっぱりしたくて、うん、はいはい、前回の死神っていうのは愛っていうものがすごく俺の中ではテーマであったんだよね、うん、でなんか今回っていうのは諦めないとか諦めない心とか、はいはい、希望、やっぱりこれから先につなげていくその、うん、光とかっていうものをなんか後悔もするけどいろんなことがあったけどそれをこうなんか自分の中で噛み砕いて今を生きていかなきゃいけないっていう、うん、それこそ時代性にも合うご時世的にもね、それこそ俺らだってそうだしみんなにもなんかこう、はいはい、一つ頑張れる一個のなんか寄り添えるテーマっていうのを一個絶対決めたいなっていうのは、うん、このキネマっていうものはあるんだよね。なるほどね。だからそれがなんかこう年々、まあ、いろんなできることだったりとか試行錯誤しながら、うん、なんか俺らも手取り足取りねやりながらだけど本当ですよね。なんかその感じもいいんだと思う、うん、なんかすごく、うんうん、やっててすごい楽しいもんやっぱり、うん、難しいところとかなんか考えないといけない部分っていうのはもちろんいっぱいあるけど、うん、その中でもやっぱチャレンジできるところは、うん、なんか自分がやりたいこととかっていうのに取り組めるのもこのそうだ、ね、マスカレードビターナイトならではだし、うん、そこでしか感じられない聞けないものいっぱいあるし、うん、今回で言うとね、バンドさんももちろんそうだけどナレーションも日高さんに改めてやっていただいて、だからさあれなんだよ、前回の死神のストーリーはタカがナレーションやったじゃん、のタカの声での死神がすごくこの鮮明にインストールされてて、うん、俺の中にだから日高さんの声の死神模様がかなりなんかワクワクというか、うん、ちょっとそういう声になるんだねみたいなさ、うんうんうん、そこはすごく感動したよね。でも4人やってるからね、すごいよな声をね。で俺そのおこがましい限りなんだけどうん、何そのディレクションみたいな、そのあ今回も言ったんだね、そうナレーションをやるにあたって、はいはい、のその立ち会って、うん、みたいにやるんだけど、うん、別に言うことないのよぶっちゃけだっていいんだもんそりゃそうだよねそう、うん、まあでもその中で自分もねそれこそある程度こうお話を書いたりとかして、うん、自分の世界観があるからこう日高さんと一緒に話しながら、うん、やってたんだけど、だから前回やったナレーションとかも日高さん聞いてきてくれてて、うん、あーすごい、ちゃんとそのポコの声とか、はいはいはい、そのチャッピーの声とか、うん、っていうのをちゃんとこうなんかやってて思い出しで、うん、でなんかこうやっぱりね鳥肌がずっと立つわけよ。そりゃそうよ。でしかもちょっとねパターンをねいくつか取ったものもあって、おそうだからなんか今度どっかの機会でさアナザーパターンのアナザーパターンがなんか聞けたらいいよね。やばへえー、そうなんか言い方とかを別バージョンでこう撮ったりとかしたものもあったの。贅沢すぎるね贅沢すぎるよ。そうなの。ああそうなんだ。でも日高さんもそうやって何て言うんだろう、こうチャレンジしている姿をこう見てくれたりとかしてて、うん、まあいろいろこう激励の言葉をいただきながら、はい、ちょっと作り上げました。しかも今回その、まあ、ハンちゃんと、うん、あの山下さんね、うん、あのアスピーね、はい、アスピー、あの
まあ、前回もやってくれた方はいたんだけど、まあ、今回は編成のメンバーを変わってやったんですけど、まあ本当にいろんなね、あの協力してもらって本当に、あの本当に前回もそうだったんですけど、パーカッションね、あのそんな音出んのとか本当だよね、本当にそうそうそう、いろんな特殊音鳴らしてくれて、去年もそうだったし今回もそうだけど、環境音まであんのすごいよね一気にそのさ、そ同じ舞台じゃん、そのキネマっていう同じ舞台だけど、その効果音一つ鳴るだけで世界がガラッと変わるから、森にいたり、ね、うん、川にいたり、なんか想像がすごくつくよね。すげえなと思って、なんかでも本当みんなでこう作り上げた感じがして、うん、すごく毎回毎回やってて励みにもなるよな、ね、これはね。いやー、すごくいい回になった、なってるんじゃないかなと。なったと信じていやー、なってるでしょうよ、はい、なってると思います。さあ、まあという話だったんですけれども、好きなシーンとかありますか、今回のキネマクラブでマスカレードビーターナイトボリューム9で。まあお話を書いてる本人でもあるし、まあ今回のね、その舞台の演出じゃないけど、ここでこういう動きをみたいなのを、うん、あのやってたじゃない、うんうん、印象に残ってるというか、じゃあ今回どうだったって言った時にパッて出るワンシーン、パッと出るワンシーンはね、あの時計の音が鳴って、はいはいはい、そのポコとレオか、うん、で昔のその回想シーンから、うん、いろいろな時が過ぎていく中でっていうナレーションがあって、その時に2人がすれ違ってっていうシーンがあるんだけど、うん、なるね。やっぱり毎回こう勉強するんだよ俺も、うん、そのキネマをやるにあたって、はいはいはい、で今回江端さんが主にねこう入ってくれて、うん、俺の頭の中をこう汲み取って汲み取って、うん、こうしたらいいんじゃない、あしたらいいんじゃないかっていうのを一緒にこう練ってくれたんだけど、してくれましたね。なんかねすごくいいタッグが組めた感じがしたの、あのシーンって、うん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 、なんか音はこうしたいし、うん、で時計の音を入れたいんですよね、うん、みたいな話をして、じゃあ動きとかを、うん、例えばこうすればいいんじゃないか、はいはいはい、それだとよりこう見えるんじゃないかみたいなのが、うん、なんかみんなにどう伝わってるかわかんないんだけど、うん、すごくね俺はあのシーンが印象的なんだよね。あそうなんだ。そう、声も相まってというか、うんうん、音もその次のこれをあげる、これを見たら思い出してね、ご主人様って言って、うん、うわーっと上がってってフッと切れる、うん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 、そうで現実に帰ってくる、はい、あそこ、うんがもう全部が良くて俺の中で、あ声と声も、うん、タイミングとかも、うん、何をしてるっていう明確にみんなが分かったのか分からないんだけど、うん、なんかね印象的なシーンすごい俺の中で残ってる。なるほどね。なんか自分のその頭の中と現実に起こってることが合致したというか、それを作り上げる段階もそうだし、あのね、むしろこう見えるんだっていう、あーなるほど、そう俺の予想してたのってもっと明確で、はい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 、もっと答えが欲しかったのね。なるほど。でもそうじゃなくて、もうあの異世界の空気というか、うん、ああこれがいいじゃんみたいな、はいはいはい、なんか一個このずっと多分俺は残ると思う、あのシーンが。なるほどね。結構そこまで印象強く、うん、だからなんか これからああいうものとかをやっていくにあたって、うん、すごく勉強になったシーンだった。すごい面白いね。やっぱりこう俺ももちろんこの後好きなシーン言うんだけど、俺はほらプレイヤーというか演者側の気持ち、タカテルのこれってさ作り手側の気持ちじゃん。そうだね。これはすごく今聞いてておもろいなと思ってそこの場面出てくるんだって、うん、いや皆様あのこれ生配信のチケットぜひあるんで、多分これ聞いてる時はまだアーカイブ残ってると思うんで、うん、ぜひそのシーン、ちょっとタカの推しのシーン、印象に残ったシーン、すごい江端さんとも話して何回も何回もやったもやったね、これがいいんじゃない、あれがいいんじゃないっつって、うん、ぜひね皆さん見てくださいよ。で僕が個人的に好きなシーン、うん、聞きたい。あのねやっぱあのマスカレードビターナイトで多分何回も歌ってるんだけど、うん、ごめんね、はいはいはい、これがちょっと今リハのね現段階リハなんです僕ら、うんうん、リハでしかなくて本番を迎えれてないんだけど、やっぱあの曲いいわ普通に。あそう、うん、そのハヤトの歌唱力ももちろんあるよ、うん、ただ言ってることの内容もそうだし、ハンちゃんの伴奏、そしてね、うんうん、アスピーのその打楽器、うん、あれが結構グッとくる。なんか今までのそのそれこそ2018年にやった回のポコとチャッピーの時とか鮮明に思い出す、うんうんうん、あれを聞くと、うんうんうん、あの時はあの中2階のね繋がってる階段で座ってたけど、うんうん、今回は手を取ってねあの月に向かって
一緒にいようねみたいな、うんうん、あのいや今思い出してもちょっとやばいぐらいあの曲めちゃ好き。あ、そう。うん。でもポコ本人が言ってんだからそうなんだろうね。そう。あのね、間違いなく届いてんだろうね。そう。やっぱさ、今回も新しいお話とかあったじゃない、うん、で考えることもいっぱいあったっていう話はさっきしたんだけど、でもなんかあのシーンだけは体が勝手に動くというか、なんか感情が自然と乗っちゃう、うんうんうん、これはなんだろうね、その前にやったことがあるからなのか、うんうん、なんか全部そのなんだろう、昔のことをこう思い出してやってるからなのかは分かんないけど、ただあの歌となんだろうね、ポコとチャッピーの思いがあって、うんうん、それを作ってくれてる後ろのバンドさんがいてっていう照明も当たって、いやーいいんだよ。それこそあの歌はあれですからね、そのバンドのフルバンドでやった時の、うん、にハンちゃんがアレンジしてくれて、うん、一緒に作った曲だから、うん、なんか全部がこう相まってるよね。ね。うん、いやーちょっとね、もちろんみんなの今聞いてくれてるみんなの中にも好きなシーンとかたくさんあると思うんですけど、なんかそれはね、あのまた。来週それは聞かせてくださいと、はい、また改めてメールを送ります、うん、あ、はい、募集しますので、その時にぜひ皆さんのその熱い思いを、はい、メールで僕らに届けてほしいなと思います、うん、あーちょっとやばい、ジーンときちゃって本当に嬉しいな。いや本当ですよ、うん、でね、うん、今回一緒に手伝ってくれたダンサーさん、はい、それからスタッフさんに今回のそのお話のこれってっていう質問、うん、はいはい、この人は今どこにいるのとかさっき話したけど、うんうんうん、なんかそういう話をちょっといろいろ聞いてきたので、うんうん、ちょっといくつかね、あの一問一答形式じゃないけど、はいはいはい、うん、ちょっとこういろいろ高に聞いていこうと思います。まず、まあ、さっきも話に出てたけど、レオのお兄ちゃんは旅人ですよね、はい、まあ、どの辺何をしてんのその時、旅ですよね、何の旅をしてんの、決まってる、ザ、そんなに、うん、いろいろあったの彼も、あーだから気になる、いろいろあったね。あったんだ。あった。だってさ、裕福な家に生まれて旅をするっていうことはさ、ね、まあ、相当だよね。なかなかよ。しかも長男でしょ。あ、長男なの。長男ですよ。二人暮らし？二人兄弟？二人兄弟。うん。なるほどね。それは大事にしますわ、レオのこともね。そうそうそう、まあさぞ自分を探してる旅に出てるんでしょう。あら。ってことはなんとなくはあんの？なんかこういう旅してたら素敵だなとかはある。あるんだ。うん、ああ。ぜひ何かのタイミングでね、それも聞けたら、そうね、ね、うん、みんなも多分気になってると思うしっていう、まあレオのお兄ちゃんもまあ旅をしてるんじゃないかと、はいはい、でこのお話の年代というか、うん、まあ、どれぐらいの出来事なの、まあ、でもやっぱり、うん、なんて言うんだろう、いついつっていう明確な年代はなくて、あ、特に決めてない、うんうん、なんかすごくファンタジーの中の、あ、なるほど、世界でいいかなと思ってるから、うん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 、うん、時代で言うとちょっと前だよね。そうだよね、うん、少しセピアがこう似合うようなイメージの時代感というか、うん、やっぱりステージに出るからああなってるけど、うん、もっと多分こう錆びれていたりとか、はいはいはい、少しね金属がきしんでいたりっていう、うん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 、そのきしみも今回出してもらってさ、うん、音でね、うん、よりなんかその時の世界観には近づいたのかなってちょっと思ってる。なるほどね、うん、あれもいいよね、あの、うん、ネジを巻く音とかすごいよね。はい、じゃあもう一個、キャラクターの年はいくつくらい、まあ、多分これはポコとチャ、ポコじゃねえ、チャッピーとレオとあとは旅人なのかな。そうね、レオはね、まあ少しお兄さんだけど、うん、明確なものっていうのはね、どっ、あ、じゃあ分かった、チャッピーとレオは同い年、同いぐらい、同いぐらい、うん、まあ一個違うかなぐらい、まあ、そうね、でも同いかな、うん、あそこは。なるほどね、うん、中1にもなんないか、小学校の高学年かなぐらい。そうだね、うん、そうで、うん、ポコを相手にしなくなったそのレオっていうのは、はいはいはい、もう少し幼い時からね、もしかしたらっていうところだし、まあでもそう考えると辻褄というか合うね、うん、そうそうそう、年齢も高くなっていった分、うんうん、興味がこういろんなとこに移るっていうね、うん、確かにっていう感じかな。なるほどね。じゃあ続きまして、チャッピーの家族構成、これ気になるな。チャッピー何人兄弟なん、兄弟いんのかな。兄弟はいません、チャッピーは一人っ子です。あ、一人っ子なんだ、うん、フル元気な一人っ子え、お父さん、お母さん、お母さん、チャッピー、チャッピーで、別に飼ってないけど、うん、いつもいる犬がいる。なるほどね、うん、懐かれた犬がいるんだ。そう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 、あー、ぽいなー、そうそうそう、ぽいわ
なるほどね、うん、じゃあ次、死神さん、あ、死神さんになりました。死神さんはなんで死神になったの。あ、ちょっとこれは気になるところ。これはでも、うん、もうファンタジーですね。だからもう死神の世界があって、あ、もともと死神の世界でね。そう、だからまあ前回の話、その去年のキネマを見た人は、うん、まあ、うん、分かってくれるのかなとかちょっと思うんだけど、うん、まあ別世界のお話だから。そうだね、そうそうそう、人間のその闇というか、うん、悲しみとかそういう負のオーラ、うん、っていうものの匂いをこう嗅いでやってくるっていう、その別の世界からの死神ですっていう感じかな。懐かしいね、赤と黒の死神も、うん、今回は赤が出たけど、そう、黒も懐かしいな、うんうん、じゃあ最後です、はい、じゃあ今回のお話こういう形で終わりました、うんうん、の後の展望というか展開というかみたいなことは考えてますか。ある。あんだ、うん、やりたいことはある。やりたいこと、そう、なんか末路、末路言い方言い方将来的なお話ってこと。ポコチャピの、あ、確かにそれは気になるよ。そうは、ちょっとやりたいことはある。あるんだ。そう、でも完結はしてる一応。ポコとチャッピーの、うん、あの姿はあれでしか見れないと思う。はいはいはい。けどその後の、うん、もうこれはもう妄想上のというかね、そう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 、やりたいなっていうことはある。え、ってことはポコチャッピーはその大人に、チャッピーが大人になっても友達でいるっていうことでいいの。わからない、それはわからないけどわかんないんだ。わかんない、だってブリキのおもちゃはずっとブリキのおもちゃだからね。そうだよそうだよ。でもそうやって今回チャッピーが恋をしたみたいに、うん、いろんな大人になっていくっていうことはいろんなことを知るわけ。まあまあそうですね。そことの、ああ、いろんなことを考えるよね俺はね俺はね、なんかお話ができそうですね今にも。もうね、ある、あんだやりたいことはある、あるんだね、うん、大きなものはあると。ある、なるほどね、うんうん、みたいな質問がたくさんまあ来て、ちょっといろいろ話をしてもらいましたけれども、はい、まあなんといっても今回はね、あ、うん、今日か、今日が、ね、マスカレットビターナイトボリューム9が本日で終わったということでね、うん、まあ最後にちょっとこう、まあこの本の作者でもあるタカ君から一言、このリスナーに対してなんかそのコメントじゃないけど、見に来てくれてありがとう的なことは、ね、一言いただいていいですか。まあちょっとご時世というか、ね、うん、状況も状況の中でこう足を運んでくれたり、まあ、うん、気になって配信を見てくれた方も本当にありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりみんなが見てくれるからね、うん、俺らもこう全力で、ね、作り上げて、そうだね、いいものにしようとトライしている所存なんですけども、うん、やっぱりこうさっき言ったようにキネマのテーマ、うん、でっかいテーマっていうのは毎回毎回あって、例えばあの楽曲とかなんか曲っていうもののなんか届き方とかもやっぱり一つのテーマだったりするんだよね、うん、キネマをやるにあたって、うん、すごくその考えるっていうこと、うん、その曲について考えたりとか、その話について考えたりとか、うん、歌詞とかそのワードについて何かをこう考えて喋ったりとか、考えて人と話すっていうことっていうのは、うん、俺今それこそ俺らも含めて、うん、やっぱね全部のテーマだと思うの。あ、そうかもね。人とのコミュニケーションとか大事だよ。曲とかその今の時代の曲もそうだし、うん、なんかねすごくそういうところをちょっと俺は敏感になっていて、うん、まあ、キネマをやったりとかするときとか自分で曲を書くときはなんか割とそういうことを気にしてるんだけど、うん、なんかまあそういうの抜きでね見てもらっても全然こう楽しめるようなお話にはしたいと思ってこう作ってるんだけど、うん、まあ、こっちの思いとするとなんかそういうのも届いてほしいなっていうなんか思いがあるかな。そうだね、はい、うん、だからなんかこうもし興味があったりとか、 なんか考えるのが好きな人とかは、うん、なんかぜひこういうね機会にこう考えたりとかして、なんか自分がじゃあ例えばどう言ったら伝わるんだろうとか、うん、友達と話す時もそうだし、恋人と話す時とかさ、家族と話す時とかもなんかこう言いづらいことだったりとかっていうのをどう話せばこう相手にちゃんと伝わったりとか、うん、どう受け取ったらなんか相手がどう感じてくれるのかとかっていうのもなんか俺の中では少なからずテーマとしてあって、うん、だそういうのをなんか無理やり押し付けるつもりはないけど、考えるのが好きな人にはぜひなんかいい機会だからこう考えてもらいたいなとか思ってんのよ。なるほどね。だからまあ感じ方は人それぞれだし、はいはい、楽しみ方は人それぞれだけど、まあ本当に見てくれてまずありがとうございましたっていう気持ちは、
やっぱり強いし、うん、でまあこっちとしてはそういう思いもありますっていうことがこのキネマとかなんか作品には詰まってると思うんで、うん、なんか今後もね、うん、キネマだけじゃなくてウェバーとしてこうやっていくことだったりとかすることにもなんか少なからずそういう意図があったりとかもするしね。だからなんかこれからもなんか皆さんの応援あって俺らがあるので、うん、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということでね、タカ君からコメントいただきましたけれども、はい、そんなキネマクラブ、マスカレードビターナイトボリューム9今回のですね、うん、の皆様からの感謝、あ、感謝じゃねえや感謝でね、感想のメールを、はい、この後、このラジオが終わった後ですね、はい、あの公式のツイッターの方で、メールを募集しますので、はい、たくさん、皆様からのメールをお待ちしております、はい、採用された方にはウェバラジのロゴに日付とラジオネームを書いた壁紙画像をプレゼントいたします、はい、メールアドレスは webarradio0613@gmail.com weberradio0613@gmail.com です。はい、ということでそれではここで一曲聴いていただきたいと思いますけど、うん、キネマでね、生バンドというか生演奏で初めて披露した、うん、アルバムからこの曲をハローサンシャイン。ということで、ベバーのラジオエンディングになります。今週もありがとうございました。ということで最後にベバーからお知らせをさせてください。はい、2022年5月26日から29日プランチャイム若手激推し公演パート2フレンドチキンボリューム2ザファイナルが開催決定です。はい、はい、ということで、まあその若手激推しのね公演があるということで、脚本演出に大瀬さん、はい、キャストにウェバーからハヤット、タッカー、リトルスキーと、そして福井大輔、そして、大先輩親父ダンサーズさんから大津年金手帳さんが出てくれます、はい、劇場は築地本願寺ブディストホールで行います。よろしくお願いしま す, お願いします。それに伴いまして、4月16日土曜日17日日曜日2日連続、はい、フレンドチキンボリューム2ザファイナルのツアーが開催決定。何それということで参加メンバー、ハヤト、タカ、リトルスキーと福井大輔、大瀬の5人でやります。いや大瀬さん絶対頼んでないやん。で旅行先が、富士急ハイランドと、川口湖付近過去予定ということで。行きたいだけやもん。楽しみたいだけやろこれ。はい、ということで皆様よろしくお願いします。ぜひ参加してください。楽しみましょうね。ということで、そして今度は隼人くんですね、はい、3月25日から4月3日、うん、舞台ブルーピリオドザステージに歌島役で出演が決定しております、はい、場所は銀河劇場で行います。ぜひこちらも皆さん、はい、応援してあげてください、はい、よろしくお願いします、はい。そして今日解禁になりました情報でございます。3月16日にリトルスキーとバースデー配信が決定しました、はい、ということで、まあ詳細はねこの後追って多分連絡はあると思うんですけれども、はい、僕の誕生日の日に生配信が決定してますということで、はい、皆様お祝いをしに来ていただけると幸いでございます。よろしくお願いします。その他詳しくはウェバーのオフィシャルウェブサイトをご覧ください、はい、ということでウェバーのラジオはここまでです。皆さん、聞いてくださってありがとうございました。来週も、キネマのことについてたくさん皆様のメールを、はい、読ませていただきたいなと思っております、はい、コメントもたくさんありがとうございました。来週も聞いてください。それではウェバーイ。こんな夜は君が頭に浮かんで、目をつむるとなぜか心が寂しくて、いつも近くに感じてるのに、手を伸ばすとすり抜けてく空はきっと宝物というのかな。
ものかもしれないけど。